どうも、カラクトリーです。早速ですが、先週生放送で回答をしげなかった質問を回答していこうと思います。パート4。今回がラストですね。では、早速参りましょう。企業校菩薩さんの質問です。先日メンバーシップに登録させていただきました。お世話になります。どうしても毎日お酒が飲みたくなってしまうのですが、お酒のカロリーが高く控える努力をしなきゃと思っています。飲みたい日はお酒のカロリーも含めて摂取カロリー範囲内なら問題ないでしょうか カロリーが高いので PFC の摂取量が目標より低くなりそうなのでやめた方がいいとは思っていますが飲みたくなった時の対処法あれば教えていただきたいです。ご回答よろしくお願いします。その場合は目標カロリーはもう食事だけでクリアしちゃう。で、お酒をプラスで飲むっていうのをお勧めしますね。例えば今目標の摂取カロリーが1日1 3 0 0キロカロリーだとしたら1 3 0 0キロカロリー食事取った上でお酒を飲むって感じ。じゃあ痩せないじゃん。 話になっっちゃゃううと思うんでですすけどおっしゃる通りですただそれよりもその少ない食事量にする方が僕は良くないと思うので例えば土日お酒を飲むみたいな感じ要は毎日飲まなければ例えば土日でお酒飲んで土日でオーバーカロリーしたとしても平日頑張ってればそのお酒のオーバーカロリー分は全然取り戻せるのでなんでお酒を飲む日はその痩せるとか考えずにまあたまにはリフレッシュと割り切って飲んじゃう他の日で。 頑張るって感じですねだから目標カロリーをクリアした上でたまにはお酒を飲むようにするっていうのをおすすめしますでは次 GTEL0033 の質問ですこんにちはいつもお世話になっております最近片倉さんに計算していただいた PSC バランスで順調に減量をおめさせていただきます自分の友人なんですがいつも適当に3食ご飯を食べて夜いつも缶ビールを34本飲んでいるみたいなんですが 体型はほっそりしてるんです。どういうことなんでしょうか参考までに食事内容を聞いても極端に少ないわけでもありませんし、缶ビールもスーパードライでカロリーも高いと思います。運動も特別しているわけではありません。なぜ太らないんでしょうか長文失礼しました。その人、要はご友人がそもそも食事を正確に記憶していないのが一番大きいと思います。基本的にやっぱり 痩せるかどうか太るかどうかってカロリーで決まるのでカロリーが取りすぎてたら太るカロリーが取りすぎてるのに太らないっていう人はいないんですよなので周りに一で僕私食べてるのに太らないんですっていう人は自分の食事を正確に把握してない人が9割方ですね要は自分そんな食べてないよ実際のこの食事これだよって記憶の通りに話してるけど実際の食事を見るとあれ意外と食べてなくないっていう人がほぼほぼ100%ということです実際に僕も 結構食べてるのに太らないんだよねっていう人に、その食事内容を聞いて、口頭で聞いた時の内容と、実際の内容が全然違うっていうよくあるんですよ。その、悪気があるとかじゃなくて、単純に覚えてないんです。実際にその、昨日の食事の内容を正確に思い出せますかって聞いて、答えられる人って結構少数派なんですよ。一昨日はどうですかとか、さらに一週間目はどうですかって言ったら、 大体の人と答えらんないんですよね。そんな感じに人の記憶って曖昧で実際食べてるつもりでも食べてないっていうのはほとんどその3食聞いたって言ってもその3食が1週間に1回だけで他の6日間はそんなに食べてないってこともあったりするんでなのでまあ自分は頑張ってるのに周りの人は頑張ってないのなんで太らないんだっていうふうに考えるんじゃなくて実は 食べてないんだろうなみたいな。その表、表面の情報じゃなくて、裏を察するっていうのをお勧めしますかねその方が精神衛生上いいんで。ちょっと話が <laughs> 取れちゃいましたけど、その人は多分食べてないです。その、1日だけとかじゃなくて、1週間とか1ヶ月とか、長い目で見ると、そんな食べてないと思います。 では次、4869、キクさんの質問です。こんばんは。生理が3ヶ月来ておらず治療のためホルモン剤を飲み始めました。体重も増やしましょうとのことで、結構な量をここ3日で食べてしまいました。さすがに全部脂肪になるのは嫌なので、明日からリセットしようと思っているんですが、パッと今の体型を見ても痩せなきゃと思わなくなりました。よく考えると今までは痩せに取りつかれていたかもしれないなと感じています。私はダイエットをやめるべきでしょうか 正直、1年間ダイエットで2 0キロ落としたので当初の目標は達成しています。ジム過去エニタイムも回避過去月8000円ほどを払っている以上はいかないとという脅迫観念のようなものがあります。ダイエットのやめるのであれば、いっそジムを解約してしまうべきでしょうか見解をお聞きしたいです。ダイエットはやめていいと思います。ただジムはやめない方がいいと思います。その、基本的にみんな痩せすぎなんですよ。その、特に女性なんですけど。 そんな低い体重を狙う必要あるっていうぐらい低い体重を追い求めすぎちゃう人がいて、もうダイエットやめちゃってもいいんじゃないぐらいの人ってめちゃくちゃ多いんです。だから、まあ、ちょっと今はキクさんの体重がわからないですけど、生理が止まるレベルなので、まあ、ダイエット自体はやめちゃっていいと思いますよ。で、ただジムをやめることをお勧めしないというか、運動をやめることをお勧めしないのは、単純にまあ今後、の今の年齢がわかんないんですけど、年を取れば取るほど筋肉っていうのは衰えていくので、同じ体重水準でも、 体っていうのはどんどん体脂肪率が高くなっていく。あとは健康のリスクも高くなる。運動してない人って生活習慣病になるリスクが高くなるんで。なので、ダイエットのために、痩せるために、うわー、行かなきゃっていうような方法は正直やめてっていいと思うんですけど、その健康のために今後の体型をキープするためには、ジムは継続した方が良いと思いますね。で、お金払ってるから一週間に何回も行かなきゃっていうのは必要ないんですけど、週一回は週間付けでジムに通い続けること。 お勧めしますでは次ゆりえいい宗崎さんの質問ですいつもためになる動画ありがとうございます家事育児しつつ自分のペースで運動する習慣ができ体重は少し減り見た目が細くなり学生の頃に履いていたジーンズを履けて感動しましたいいですね最近子供の夜泣きがない次の朝は6時過ぎから朝散歩をするようになり以前よりストレスも軽減して子供と穏やかに接することができるようになりました 質問なのですが、目標体重が4 9キロ台で、最近目標が達成したのですが、もう少しメリハリのある体験になりたいと思いなりました。そこで夫が仕事休みの土日に子供を見てもらい、ジムに行ってみたいなと考えています。今、減量中のため、摂取カロリーは1 2 8 8カロリーで、タンパク質は 106g のですが、このまま減量でジムに行くのか、維持または増量に変更してジムに行くのがどちらがよろしいでしょうか。現在、腹筋はうっすら縦線が見えている状態です。長分になってしまう。 すすいいませんが回答していただけると幸いです増量にしちゃった方がいいと思いますね。そのメリハリのある体型っていうのが具体的にはどういう体型のことを言ってるかによるんですけど例えばお尻が結構筋肉が発達してくびれが強調されるようなフィットネスやってますっていうような体型を目指しているのであれば筋肉量を増やした方がいいのでガンガン増量しちゃって良いと思いますね。それこそダイエット前のレベルの体重6 0キロから5 0キロまでダイエットした人は6 0キロまで 筋トレしながら増量すするのは全然ありですそれでも引き締まった体のま,ま体重って増やせるのでだからガンガン増量しちゃっていいと思いますね今腹筋が女性でうっすら見えるレベルってかなり体脂肪率低い方なので増量しちゃっていいと思いますその方が食事増やしちゃ増やせるので精神的にも楽ですしねでは次え皆さんの質問ですこんばんはいつもお世話になっております現在1 5 9センチ4 6 8 k g 維持カロリーで過ごしていますが体型に納得できていません なので、ボディメイクの視点から最近増量に興味があります。週4から5日のダンベルトレ過去分割でも筋肉をつけながら増量できますか私の今の身長、体重から見て、何キロ増量し、そこから何キロ減量することを目標にすればいいでしょうかまた、その目標達成のための増量、減量にかかる期間どの、どう設定すればいいでしょうか理想の体型は腹筋がもう少しくっきりと割れて、 見て全体的にこの人筋トレしているなと他人が見てわかる程度に引き締まった体型です。毎度質問が長くなり恐縮ですがご回答いただける幸いです。よろしくお願いします。まずダンベル取るで筋肉をつけながら増量できますかって言ったらできます。そのダンベルとかバーベルとかそういうの関係なしに筋肉に負荷がかかるかどうかが大事なのでダンベルトレーニングでもしっかり追い込めれば筋肉はつきます。ただ 下半身のトレーニングは、ちょっとバーベルの方が向いてるかなと思うんですけど、まあダンベルでもできるでしょう。その、バーベルスクワットの代わりに、片足でブルガリアンスクワットやるとか、片足にすればある程度軽いダンベルのような重量でも筋肉を追い込むことはできるので。で、どれぐらい増量してどれぐらい減量するかなんですけど、159センチだったら、 5 9キロぐらいまで増量しちゃってもいいと思いますね。まあ、その1回目で、ね、増量でそこまでやっちゃうと脂肪がちょっと気になるかもしれないんですけど、その場合は、まあ、55、53から55ぐらいまで全然増量しちゃっていいと思いますね。で、減量する時も、47とか、今より体重増えるぐらいまで増量しちゃっていいのかなって感じ。イメージ、その、1 5 9ンチだったら,から、1 5 5キロから5 5の間ブローうするみたいな感じでもいいと思います。もっと幅を広げて、 50から60をうろうろするでもいいんですけど、要は60まで増量して50まで減量するみたいな幅でもいいと思うんですけど、基本的には体重が106、身長が159センチだったら50キロ以下に落とすような減量はもう筋肉を増やすのであれば必要ないですね。 50から55、55から60、それぐらいの幅をおすすめします。では次、ミケナッキさんの質問です。お疲れ様です。こんばんは今さ何言ってな。今さら何言ってんだって感じなんですが、水分を取るのは、水分を取るの、水分は、丸々のお茶や、なんとか麦茶ではなく、真水のことでしょうか。なんでもいいですね。コーヒーでもいいですよ。その、水分って液体っていう意味合いですね。だからなんでもよいです。ただ、 基本的にダイエットだとカロリーオーバーの心配があるので飲み物でも牛乳とかカフェラテとかそれは推奨しないって感じですねただそれはお水として扱わないという意味じゃなくてそのカロリーがあるからダイエット中に不麦だからっていう意味合いですね別にお茶でもいいです麦茶でもいいですよでは次菓子炎さんの質問です片倉先生こんにちは先日メンバーシップに登録させていただきましたカロリー計算ありがとうございます 糖質制限を行っていましたので、食事を見直して日々白米を食べれる喜びを噛みしめております。本当にありがとうございました。質問です。ダンベル20キロかける ×2 インクラインベンチを所有しています。ジムに通わず自宅トレーニングをしようと思っていますが、全身か分割、どちらが効率がいいでしょうか分割した場合、おすすめの10万種目あれば教えていただけますでしょうか複数質問申し訳ありません。よろしくお願いします。全身分割は、 それまでトレーニングを一切やったことがない人だったら全身の方が効率がいいですね。そのトレーニングの体の動かし方がまだ体に身についていないので、なので運動頻度を高めることでその学習は早く進むんですよ。そのピアノに例えると、ピアノを週一で習い続けるよりも毎日練習した方がピアノって上手くなるじゃないですか。そういう意味で、運動の学習という意味では頻度が高い方がいい。だから全身ポン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 ,ポン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 って高頻度でやっちゃった方がいいですね。で、ただ、 学習ってのはある程度行くと、今度はそのトレーニングの量が必要になってくる。一回のトレーニングでガコンと追い込むみたいな、トレーニングボリュームが必要になってくるので、そうすると分割法の方が相性が良くなっていく。例えば、一日で、例えば各部位9セットやりますって言ったら、全身やったらものすごいトレーニング時間になっちゃうじゃないですか。だったら、上半身、下半身って分けた方が、一回あたりのトレーニング時間が短縮でき、できるんで。なので、 全く運動したことがない人だったら全身で中1日休みぐらいでポン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 ってやっちゃった方がいいです。で、トレーニング量が増えてきて回復が追いつかなくなったりとかすると分割法の方が相性がいいんで、上半身下半身、休み上半身下半身みたいに分割法にシフトしていった方が良いです。で、トレーニングメニューはスプレッドシートでメンバー限定で公開してるので、で、トップページ、このチャンネルのトップページの再生リストにスプレッドシートっていう再生リストが上の方にあると思うんで、そこからトレーニングメニュー例というスプレッドシートを 開いてみてみくださいでは次、リリさんの質問です。お世話になります。皆さんは雨の日のウォーキングはどうしてますか私は通勤や週末など外で個数を稼いでますが、最近雨の日も多いので、どのように皆さんが工夫されているか知りたいです。カッパや長靴、歩きやすいおすすめレイングッズや服など、雨季の時期の工夫があれば教えていただきたいです。また、ウォーキングのベルニングッズがあればシェアしていただけたら嬉しいです。これはアンケートを取った方が良さそうですね。これも、ちょっと次とか。 ちょっとアンケート複数まで準備してるのでいつになるかわかんないんですけどこれもアンケートしようと思いますで僕の雨の日にどうやって細を稼ぐか消費カロリーが稼いでるかなんですけど僕は無印の1800円くらいかな800円くらいで買ったそのサンダルがあるんですけどボロボロなんですよもうボロボロなんでそれだったらもう雨の日土砂降りでも濡れても構わないかなって言って雨の日はそれを履いて散歩するようにしてますね やっぱ、靴で出歩くと、靴がびしょびしょになってテンション下がるんで、裸足で靴下も濡れて気持ち悪くなる心配のない、ボロいサンダルで出歩くっていうのが僕の中の対策ですかね。一応いいとと、無印さんのサンダルがボロいんじゃなくて、無印のサンダルを履き続けた結果、ボロくなったってだけですよ。では次、ドラミンさんの質問です。いつもお世話になっております。またまた質問失礼いたします。私は趣味で大食いの YouTube をよく見るのですが、 細い大食いの方が体型維持法として必ずと言ってほど上がるのが断食です断食はリバウンドを必ずすると思っていたのですが大食いの方を見ているとそんなこともないのかなと思ってきましたそれとも大食いの方の体質で断食は関係なのでしょうか実際断食はダイエットとして一般人が行ってもリバウンドせずに効果がいるのか気になりますお忙しい中申し訳ないですがご回答いただけると幸いですまず断食は断食をすると必ずリバウンドするっていうのは間違いです ただ断食をする人ほどリバウンドする傾向はあります。で、一般人が行ってもリバウンドするかどうかっていうのは正直わかんないんですけど、僕はおすすめしないです。っていうのが答えになりますね。そもそもその断食っていうのはただの方法なんで、それ自体に特別な効果があるわけじゃないんですよ。断食をしたらリバウンドするとか、断食をしてもリバウンドしないとか、そういうもんじゃなくて、その、例えば包丁みたいな感じなんですよね、断食って。要は、包丁って、 まあちょっと危なないいじゃないですかでも包丁を持ったら全ての人が人を傷つけるかって言ったらそれはノーじゃないですかあくまで包丁はただの手段というかツールであって傷つけてるのは人なんですよねその持ってる人が傷つけてるやばい人が包丁を持ったら人を傷つけるやばくない人が持ったら普通に料理ができるみたいなそういうもんなんですよで断食も断食をしてリバウンドするのは断食に悪がある断食に原因があるんじゃなくて 断食をした人が自分のの日々食食生活をを見直ししてななかかったからなんですよ、ね、要は断食をした後も食事に気をつけていればリバウンドしないんですけど大体いい断食に手を出す人ってそれまでの食生活要は太るような食生活を見直さないで断食をするで断食をやめたらそれまでもまた太るような食生活に戻るだけだからリバウンドするんですよだから 断食うんぬんとかじゃなく食事内容を見直すかどうか自分の日々のいつもの食事内容を見直してそこを調整するかどうかっていうのが大事なので断食は正直関係ないで僕がリバウンドおすすめしないあリバウンドじゃないや断食をおすすめしないっていうのは今言った食事内容を見直すことがとても大事で断食をしようがしまいが食事内容を見直していれば痩せる っていう話なんですだから断食よりもまず食事内容を見直すことが大事だしそれさえできれば断食が必要ないから、まあ、まず食事内容を見直すことから始めた方がいい断食なんてせずにねみたいな感じですかねだからおすすめはしないですやってもいいですけどやる必要はないですでは次小ルさんの質問ですメンバーシップ加入したてのほやほやのものですほやほやものです <laughs> いくつか動画を拝見させていただきましたが私の近所に筋トレする間もなく恥ずかしながらお金もありません家でできる筋トレ方法を教えていただけないでしょうか下半身太に非常に悩んでおります仕事から8000歩以上は歩いていますこれはメンバー限定のトレーニングメニュー例の再生リストにどんなトレーニングをすればいいのか自宅自重のみでとかダンベルを使ったとかトレーニング方法があるのでそれを参考にしていただければと思います で,できれば、自重トレーニングじゃなくて、その可変式ダンブル、どこの動画の概要欄にもおすすめの可変式ダンブルありますけど、それの購入は検討した方が良いとは思いますね。自重トレーニングも意味がないわけじゃないんですけど、運動経験が全くなくて、あんまり体をハードに追い込めない人は、正直、自重トレーニングだと、言うほど体って変わんないんですよね。本当エクササイズレベルの負荷しかかからなかったりするんで。なので、できるのであれば、 ダンベルは購入した方がいい。ダンベルも一回購入すればもう何年間も使い続けることができるので、そう考えたらまあ安い買い物なんですよ、長期的に見れば。一回しか使わないって言ったらめちゃ高いなって話したんですけど、今後使い続けると考えたらまあ安いので、まあ、ダンベルの購入を自宅でトレーニングする際検討した方がいいかなって感じですかね。 では次、日坂伊豆さんの質問で、そせなります看護師の友人タンパク質は1回の食事で 10g ぐらいしか吸収できないよと言われました。実際どうなのでしょうかありえないと思います。<laughs> 例えば、そのトレーニングで全身がっつり筋トレをした人は、タンパク質 20g とるよりも 40g 以上取った人の方が筋肉の良い反応がありましたってあるぐらいなんで、タンパク質 10g が天井っていうのはまずはありえないと思いますね。そんな人間やわじゃないと思います。では次、マリさんの質問で、そせなお世話になっております。グレイ テスト・ショーーマンのアン・のアーラー役であるゼンデイヤ様,様のような引き締まった上半身を目指しています。彼女の立体感なら体に近づけるためには、やはり上半身メインの筋トレを一つ増量した後に引き締めることが必要でしょうか。ちなみに彼女は9歳からベジタリアンで暗躍が決まる前はサッカスの演技をするための筋力がなかったようです。まあ、そのゼンデイヤの そそのその役作りのためのトレーニングメニューみたいなの見ましたけどなんか鉄棒でぶら下がったりとかそのロープを登ったりとか結構やっぱ上半身のトレーニングがっつりやってるっぽかったのでまあ上半身筋トレした方が良いと思いますねただまあ、増量もした方がいいと思うんですけどただそこまで必要性高くないかなって感じですねその写真実際見たけど言うほど筋肉量は多いタイプじゃなかったのでまあそれまで筋トレやったことがない人は上半身の筋トレ始めるのはいいと思うんですけど あえて増量器を設けて、まあ1、2キロ、5キロ未満の増量だったらやっていいと思うんですけど、結構大幅な増量は必要ないかなって感じ。まあ、まず筋トレ始めてみて、それで筋肉量が足りなかったら増量器を設けるとか、そういう自己判断でいいのかなレベルな感じですかね。ボディービルダーみたいな体験目指すんだったら、増量器絶対必要ですって言うんですけど、写真で見る限り言うほど筋肉量は多くないかな。だから、 あえて増量器が必要かどうか正直やってみないと分かんないだからやってみてああもっと筋肉欲しいなと思うのであれば増量器を設ければいいと思いますまずは筋トレ上半身の筋トレを始めるぐらいでいいと思いますね では次、山岸ゆか子さんの質問です。片川さんに算出していただいた1日のタンパク質摂取量ですが、これはアミノ酸スコア100のタンパク質だけでこの量を摂取するということでしょうかそれともスコアの低いタンパク質も含めての数値ですかアミノ酸スコアは一応気にしながら食事していますが、もし後者の場合、スコア100のみなら最低これくらい摂取すべきという目安があれば教えてください。コンビニのパスタなどにタンパク質 23g と書いてあっても1日の摂取量としてカウントする気にはなれません。これはスコア100じゃないものを含む 感じでですねでアミノ酸スコアってもちろん質が高い方がいいんですけど基本的には例えば論文とかで1日の創設タンパク質量はこれぐらいがいいですって言ってる論文もスコアが低いやつも含んでる食事のやつなんでだから言うほど気にしなくていいだから欲を言えば100の100に近い食事を中心にした方がいいぐらいな感じなのでそんなに細かく考えなくていいと思いますよ。その スコアが低いやつも含んで OK。ただ、個人的なおすすめとしては、例えば、1食あたりアミノスコア、アミノ酸スコアが高い食品を1品以上必ず入れるみたいな感じですね。例えばパスタをた、パスタを食べます。この書いてある、タンパク質が高いパスタを食べるときも、それプラスプロテインとか、それプラスギリシャヨーグルトとか、それプラスお刺身とか、まあ相性ちょっと良くないですよ、お刺身は。そんな感じに、アミノ酸スコアが低いだろうなっていう食品を食べるときは、セットで高いものを食べる。 ぐらいの意識でいいと思います。では次、カイチンさんの質問です。片倉さんはじめまして、ショート動画で片倉さんにはまりメンバー登録させていただきました。質問させてください。私は筋トレが苦手で唯一続いたのがケトルベルスイングなのですが、スイングは筋トレではないと聞いたことがあります。ケトルスイングは本当に筋トレではないのでしょうか数年ぶりに再開したのですが、やるならロシアンかアメリカンどちらがいいか回してご回答いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いします。ケトルベルスイングは筋トレではないですね。 そもそもその筋トレって注意事項として感性を働かせないというか勢いをつけないっていうのがあるんですよ要はダンベルを持ち上げるときもグッと持ち上げるときに勢いでブーンと振り回さないここの筋肉対象の筋肉を使ってそこの筋肉で引き上げるで下ろすときもここの筋肉に力を入れながら下ろすっていうのが大事でケトルペルスイングは勢いをつけてブーンって跳ね上げてでまた勢いをそのつけたまま下ろして勢いをつけてあげるっていう その筋トレと結構対極の位置、まあ、もちろんケトルベルスイングでもそこで必要な分の筋肉ってのはつくんですけどまあそんなつかないですねどちらかというと力の発揮勢いよく力を瞬発的にバンって力を発揮するっていうトレーニングだから筋トレ目的でやるのはおすすめしないですね、まあ、陸上競技とかほとんどスポーツバスケットボールとかで競技目的的に瞬発的に力を使う必要があるその練習をしようじゃあケトルベルスイングだだったらまあ別にいいと思うんですけど まあ筋トレとしてはやんない方が良い,いと思います。で、ロシアンかアメリカンかっていうのは、ロシアンが確か体の横まで上げるやつだっけな、ケトルベルスイングで。で、アメリカンが上まで,で。ぶっちゃけ息を使ってる以上、どちらもそんな変わんないんで、まあやるなら別に好きな方を選んで良いと思いますよ。ただ筋トレ扱いには正直、ならないかなーって感じですね。では次、ジスさんの質問です。先日メンバーシップに入りました。これからよろしくお願いします。早速質問です。YK さん、過去お米ダイエットを推奨してる方の YouTube で、 一応も筋肉だから使わないと衰える。だから一日三食しっかり食べよう。一応が鍛えられると消化する力と排出力が増えすため、食べても痩せやすい体になるとおっしゃられてました。一応の筋力と食事の回数何か関係あるんでしょうかこれ嘘だと思います。嘘だというか、別にそんな、なんですかね、消化する量と排出する力が増すためって言われても、その消化って消化吸収ってことじゃないですか。だからその力が増したら、 その、同じ食事量でも、より栄養を吸収できるって話になりますよね。だったら、むしろ太りませんって話なんです。も,もそもそもその、消化する力が上がるうんぬん、僕そもそもどういうことって思ってるんですけど、もし、この言葉だけで受け取ると、消化する能力が上がって吸収されたら、それは太りますよねって逆に思っちゃうから、まあ、この意見っていうか、まあ、あんまり気にしなくていいと思いますね。3食食べようってうのもそんなに、 まあ食事量を減らしすぎない方がいいというのは僕は賛成ですけど、3食しっかり食べようってうアドバイスはなんかクエスチョンマークが残るし、消化する能力が排出しする力、うんぬんってのもどういうことってもう。要はだって別に胃腸って、胃腸の木がギュッと縮まって、中にある体温もバ,バキ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 ってやってるわけじゃないんで、その胃腸の中の胃酸が出て、胃酸によってその食事っていうのは消化っていうか砕かれていくというか溶かされていくものなんで、なんか 筋力うんぬんっていうのが、な、ど、どういうことを言ってるんだろうね。正直わかんないです。だからそんな気にしなくていいですよ。もちろんその、そんなんですかね、年を取ると胃酸が出づらくなるので、消化する能力がちょっと弱くなるんですよ。まあだから、胃もたれしやすくなるというかね。だから年を取って、ちょっと一回で消化しきれない胃もたれするようになったって言ったら、食事の回数を増やす。その結果、一日二食だった人が三食に増やすとか、まあそういうのはありなのかなと思うんですけど、 なんかこの文章だけだとちょっとよくわかんないなってのは正直なところですでは次ユミさんの質問ですお世話になっておりますこれから夏になる連れて日焼けという点滴と対峙しなければならないわけですが皆様対策はどのようにされているか知りたいです太陽の光は健康に良いので好きですが日焼けは怖いですよね私は今のところ日焼け止めキャップ口元から首を隠す中途ら編みたいなのはロノサンバイザーというあやしさ満点の格好でこの幼稚園の近くを 通ろうものなららおそくく親御さんががたちがざわつつつではと思いっこれは僕は日焼け止めを塗りつつあとは日が日差しが強い昼になるべく出歩かないみたいな感じですかね僕は朝とか夜とかに散歩ってか歩数稼ぐことが多いんでまあこれもちょっと要アンケートですかねちょっと候補に加えておきましょうでは次フグちゃんさんの質問です片川さんこんにちは 質問です。お腹周りが細くて足が太い私。お腹周りがぽよぽよして腕が細い友達。過去友人ごめんよ。<laughs> これは脂肪がつく部分人によって違うということなのでしょうか。よろしくお願いします。脂肪のつく場所は結構個人差あります。もちろん傾向はありますよ。例えば、女性はお腹、お尻、太ももに脂肪がつきやすい。まあ、男性はお腹みたいな。一般的な傾向はありますけど、それでもやっぱり個人差はある。まあそれは分かりやすいのは女性のバストですね。 胸が大きい人と小さい人っているじゃないですか。まあ、それが良い証明だと思います。もし仮に全人類同じような脂肪のつき方をするのであれば、全員バストのサイズが同じだと思うんですよ。まあそうはならないじゃないですか。だから、ある程度は脂肪のつきやすい場所ってのは、個人差が出てくるかなっていう感じですね。まあ、だから、あんまり人の体型を目指さない方がいいですよって僕がよく言うのは、そういう理由もあります。やっぱ個人差が大きいんで、痩せることは全人類できるんですけど、 痩せた結果は全く同じ体型にななるとは限らないのでだから基本的には他人の体型はああそういうもんだんだなぐらいにしといて自分の中で自己ベストを目指す要は今の自分からより引き締まった自分になるっていうような比較の仕方をおすすめしたいっていうような感じですねで今回の質問は以上になります、まあ、特に連絡事項はないので今日はこの辺で終了しましょう長いお時間お付けありがとうございました お疲れ様です。